アサオタとシュウタとアイトダブハイサーさん、はい、今回ですね、最近悪天の中であるブームが入ってまいりました、うん、ミキサーブームです。あのミキサーっていうものはね、あのね、もう粉々にね、ミンチ状にするという素晴らしい道具なんですけど、うん、今回こちらを使ってね、僕らある企画をね、やるということで、まあ、僕ら早食いをね、やってるじゃないですか、うん、で今回はどんな感じで早食いするかというとですね、まあミキサーを使うじゃないですか、うん、ミキサーってもう本当にどんなにあのこうでかい肉とかでもミンチ状にできるじゃないですか、うん、もう一個はあれを早食いしたら元のやつより早く食えない。なるほどね、噛む必要ないから、ね、そう、飲む作業になるから、ね、ということで僕ら今回4人でそれぞれ得意なものというかこれならいけんじゃねっていうものを買ってまいりました。はい、それでは紹介していきたいと思います。はい、僕から紹介します。はい、まあ、僕といったらはこちら、はい、蒙古タンメンでございます。お、蒙古タンメン、やったことみたいな。これで、これはもう一応2個ね、こっちを普通に食べてこっちをミキサーで食べます。これは汁まで飲むんで、汁まで、そう、汁まで飲みます。はい、全部飲んで完食です。じゃあ僕こちら毎度おなじみスキヤの牛丼です。わー、はい、こちらも2個買ってきました。並盛りね、並盛り。これさ、ご飯もほとんどご飯、ほとんどご飯なんだよ。どうなるかね、わかんない。おにぎりみたいなに。じゃあ早手くん、僕はこちら毎度おなじみシリアの2個ね、そう、2個ずつ。1個じゃさすがにちょっと3もあんまりないんで、好きだね。で僕はお寿司。あー、いいね、豪華豪華。どうなんのかね、彩りじゃんね。お寿司いろいろね、ジャンル全部違いますから。うん、はい、まあ、これ丼もの、麺もの、寿司もの。いやいや、それ言ったら全部、まあ、ジャンルじゃないです。まあこれ勝負というか自分との勝負です。そうだね、このメンバー同士と戦うんじゃなくて、自分がどれぐらい、うん、そのね、固形からそのね、粉々になったものを早食いできるかっていう、うん、ということでやりたいと思います。それではいきます。はい、それではこちらね、1個はもう配偶しました、全員。うん、これを配偶するときに、ね、片方に流れるので、じゃあちょっと早速入れていきたいと思います。もう片方が汁だからね。そう、飲み物になるんで、あっち、確かに。じゃあぶっ込みます。もう片方はミキサーに入れる世界初の映像。朝の時佐渡なんだ、あとは朝だけです。ほんとに怖いんだけど、遠心力が働く。ちょっとスープが多すぎた。跳ねてる。すっごい出てる。知らないけど。知らない。ごめんなさい。よしください、これで。カレー飯。いやでも多分あれじゃね。元よりは食いやすいんじゃん。確かに。もう麺すだすすらなくていいじゃん。飲めばいい。ご飯って思えばいいかもしれない。じゃあ僕の挑戦でよし。行きます。よーい。スタート。いただきます。あ、麺じゃないのか。マジでお茶漬け食ってる。食べやすい。あ、美味しいの。美味しいんだけど美味しくない。はい、4分12秒、早くなった。1分ぐらい、5分ちょっとだったかな。これはワンチャン説ありますね。あるな、説ありますわ。あと3人立証してくれれば説だから。ってことで、入れちゃったんで、いきます。3、2、1、レディーゴー。うわぁ、お、なんか、すごい餅みたいな、餅みたいになってる。うーん、うーん、やばマグロのたたきみたいな。あ、離乳食。じゃあ行きますか。よーい、スタート。いただきます。うわ、やばすごい音が食感最悪じゃない。すごい、なんか人気を見せそう。あ、でも早く食えそうな気づくよね。まずっ。え、牛丼要素。うん、味は風味。食いにくそうでもなく、食いやすそうではない。絶妙なラインだな。ジブリで言うと千と千尋とか並んでそうな。
あ、いけるいけるいける。あ、いけるいける。これ飲み込めなそう、これ。うわ、わかんねえ。ラビ、無理か。じゃ、一回あの味を知って食うってのがマジでやめた方がよかった。39秒です。どうなんですか。餅。あ、餅なんだ。餅っぽすぎてやばい。逆に飲めないやつだ。スキヤで100円で売ってたら買おう。じゃあ餅として、餅のシュークリーム。シュークリームシュークリームです。シュークリームをお前かけるなんて邪道な行為するんじゃねえ。 かける。それでは3、2、1、レディー。これに関してはもうカスタードじゃん。いや、粒マスタードって感じかな。うわー、まずそうでもなく、うまそうでもない。てか、量少な。モンブランみたい。あ、それだ。いや、プリンじゃね。プリンをめっちゃびちゃにした。絶対早いじゃん、こんなの。いや、これワンチャン1分切れるよ。いや、マジで普通に30秒いけると思う。1個分ぐらいになったんじゃない。こんな感じなんで、よーい、スタート。いただきます。え、もうクリーム、うまい。え、じゃあ早く、じゃあ早く、早く、早く、マジ。おい、30秒いけるぞ。30秒いける、30秒いける。いけるいける。かっこめ、かっこめ、かっこめ、かっこめ。結局はクリーム、シュークリーム2個だからな。はい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 、あと何だ。おー、まあまあまあ、早くなった。1分4秒20秒短縮ですね。めっちゃうまくなったよ。皮の風味が強くなって、カスタードの食感をそのまま食べてる感じ。すごいうまい。続いて寿司です。はい。これもわかんない。いや、これに関しては味が違うからね。そう、お寿司も多分ご飯だから、まあ、ああなるよね、多分。もちもちになるかもしれない。味はわかんない。俺らは全部一緒だから。やりまーす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 。スリーファイト。おぉ。わお。きついと出るか、きついと出るか。おぉ、うまっ。そっか、普通に10巻じゃない。10巻ってやばいでしょ、これ。こう見ると、お寿司10巻って結構量あるんだね。あの、猫とかに、猫とかの餌。チュール行きまーす。よーい、ボン。じゃあ、いただきます。あー、うーまずくなそうだけどね。さっきの匂いがあった。あ、味は大丈夫。ネチョネチョなんだけど、食感だよな。味は、うん、わけわかんない。おもい。あ、やば、キャポがやば。うわ、まずくはね、食感も悪くねえんだけど。悪くないんだ。俺は全然食える。はい、めちゃめちゃすぎて、あの、噛みようかな。そうなんです。さあ、あとは飲み込むだけ。はい、はい、6分21秒純粋に食いにくくなった。別に食感も味も別に悪くはないんだけど、食いにくい。これ確信づいたらご飯はダメだってこと。確かに。あー、ミキサーけどさ、麺とデザート、デザートならいける。個人差あり。風を切って走ってゆく希望の街へと沈む。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうした今回。俺はまあ更新できたんで、もう喜ばしい限りですよ。まあ俺も更新できたから。あ、まあでもお二人はやっぱご飯系なんでね。そうだね。僕ら食べてないから分かんないんですけど、多分俺と将棋でしか分かんないあれが、うん、共通の何かがあったら、まあやっぱりね、ミキサーもほどほどにと。やんねえだろ。やんねえね。
だから本当に早食い、あの朝に追われた人とかは家で一度あれば、すっごい昔のやつなんですけど、朝に追われた人はもうミキサーにかけてそれを飲めば栄養分がその分摂取できるので、よかったら皆さんお家にあるミキサーでやってください。で、お母あのね、そう、親とかにね、ちゃんと許可取らないと、あの、悪伝がやってたって言ったら俺らの印象悪くなっちゃうそれからお母さんとしてはね、ちょっとゴンを相談してお願いします。チャリトル500、よろしくお願いします。お願いします。それまた、明日の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。